さんとの忘れられない思い出は、回答はこちらです。名古屋での飲み勝負何が起こったんですか。今日飯でも食いに行くかっつったら、行きましょうっつって、で俺ももう飲もうと決めた時は飲むわけ。そのうちモードがどうもスイッチが入って、もうこいつ飲むなとアイスピックかなんかにガンガン入れ始めてさまあ彼と思ったか分かんないけど俺勝負だと思ったわけで一緒にホテル帰ったの、はい、ドア閉めた途端にこのフラッフラね、これ本当死ぬと思ったの、うん、それで自分でこっそりと救急車になるおー真夜中に、それでしかもタンカーじゃなくてさ、はい、車椅子みたいなやつ、はい、この状態で